ここってね、前でさ、普通に打ってくるかな、炎のパンチとか。いや、打ってくるか、おばひ打ってくるか。おばひ安定やもんな。ロトムの HP とかを考えたらもう、おばひ安定やし、ここ変に変えても意味ないし、ハッサム残してても、いや、ハッサムでも残し、そういう人、いや、でもほんまにね、ちょっとね、もう、ロシアサイトに天才って、もう、何やねん、その IT 技術。叩き落とし、いや、でもこれどうやろう、普通にやっぱこの技飛んでくる気がするな。マリルに変えていい？ハッサム失うの怖いわ。マリルに変えて悪ジェ読みの、ガッサ交換読みの、バカ力。いや、あの、あれ。あー、やっぱシャドーボか。あー、もう読めてたのに、読めていたのにできなかった自分を責めたいね、これは。で、まあ腹大根落ちたいところやけども、ここはもう普通にそんなのじゃれつくやな、ガッサ読みで。よし、いや、ガッサガッサ、いや、ガブか、まあどの道オッケーや、どの道オッケー、で外すなよ、当てる、よし。これはでもさ、これぐらいはできて当然やろ。ロトム残す理由は、まあ、なんとなくやな。これももう気のガッサーの、まあ、バカ時間でちょっと、確実に倒しに行くか。まあ、奉仕ですわなぁ。奉仕からの、まあ、多分種マシンガン？奉仕からの種マシンガン、まあ、種ま、まあ、いっか、昨日はさ、まあ、マリルリアも十分仕事したから、ちょっと悪女で、オッケー。この悪女入ったのでかい。なんでかって言ったら、ハッサムのバレバン圏内に入るから。いや、入らんか。シャンデラは、これ相手が変えるメリットってあるかな？相手がこういう気のガスと交換するメリットってあるか？ないよね。じゃあまあバレパンやな。いや、いけるよこれ実は。で、シャンデラ来るから、ロトモに帰って、おばひを受ける。まあでも、おばひじゃないか。大文字か。大文字とかやったら、正直負け。シャドーボーン、え、なんでシャドーボーンなん？え、なんでシャドーボーンなん？この技ない？もしかして。それとも、ロトモとか、ロトモの、ロトモ意識しすぎか、相手。スカーフやったらじゃあ俺の勝ちじゃない？あ、勝ったわ。え、でもこの、やっぱこだわってたのかな、じゃあ相手。なんかかしらけど勝った。ライコ持ってない。あ、やっぱスカーフか。あー、なるほど。いや、でも、この技で良かったのにな。この勝利はちょっとラッキーというか。まあ、俺自身ね、なんか、結果として勝ったけど、なんか内容では負けてたな。とりあえずね、今日は、11時半ぐらいまでやる。ルビーサファーリメイクはやるね。買うね。
メロさん、このパーティーでレード1400台か。どうしようもないな。これちょっと久々にマンダいけるんじゃ。いや、無理か。マンダやっぱ選べないわ。マンダ使いにくい、マジで。メガマンダ出たら使うよ、そら。いやでもなんかそのサザンガルドとかにしちゃったらなんかな、アイデンティティがな、アイデンティティとかまあ言ってる場合じゃないのかもしれんけど、毒羽根コツメマンダ、やっぱマンダ普通、やっぱ普通のアタッカーじゃあかんのか。6つ、これむずいやん、これ。ロットオム、ギルガー、ハッサムは無理やろ。いや、ハッサム？ハッサムやな。いや、まあ、炎ポケ読んどいて、潰すっていうのができてるから、まあ、別に現状はええねんけど。ここでメガマンダ外すんだな、メガマンダ来ても、使わないでください。あー、わかった。じゃあ、何度かちょっと使うわ。何度かマンダ俺は使うわ。壁やね。ニーフィア遅いな。ニーフィア遅いな。メザッパ多分地面、じゃあ、岩か。メザッパ岩やな。メザイは、じゃあこれリフレクターも貼っちゃいますもん。いや、地面ではないよな。冬やし、こっち。あと、やっぱロトもね、シーブリにしたら間違いやわ。やっぱ2回耐えて、ボロちゃん。マンダをガブ、やっぱガブになっちゃうんかね。ガブになってしまうんかな。どうしても。